い。今回は鬼滅の刃グッズを探しに秋葉原に来ています。一番グッズが多いと評判のラジオ会館を探検してみます。ちょっといけない発見。ひーちゃんの好きな子が全員と30秒と全員とねるから。ここにあるじゃん。あ、これいいんじゃない。これ可愛くない。立てれるって可愛い。アクリルスタンプ、そう、あれがいい。これアクリルフィギュア。あ、これも立つやつ。立つやつだよね、炭治郎。これがいい。寝てるチョコ、これ着てくの可愛い。10階まであるので上に行ってみます。あフィギュアだね。全員かっこいい。やばい、ちょっと高い。7000円。え、この3つ欲しい。17,800円です。なかなかのお値段ですね。この組み合わせ最強だね。この3人が好きなんです。え、じゃあ本当にそれぞれ7000円。ママ7000円は高い。高いやばいね。あ、こっちは3,400円。でも羽織ってないよ。これちょっと可愛い、600円。だったらしのぶちゃんの方が可愛いか。あ、こっちも2回分。ここにもあるの、全員欲しいの。9800円。いや無理無理だよ。可愛い。やってもらう、箱に入ってる。本当ちょっと可愛い。可愛い。これで1万円使うの。あ、すごくない。あ、このね、魚の欲しい。これかっこいいじゃん。あ、これか、一番かっこいいやつ。一番かっこいい。雷の時、あの1の形しか使えないんだ。可愛いね、そこ。可愛い。あ、伊之助可愛い。伊之助全然可愛いと思う。かわいい、これ、うん、寝てるよ。いつはとたきくんがいる。49,800円だって。セールなのに。セールあ、2人で49%ある。でも高いけど。かわいい、ミツコ。顔ちっちゃいね。かわいいね。足細くない、ミツコ。そう、そこ。え、あ、さっきのあれ、ちょっとより安い。向こうのやつだよ。ほんと？一応向こう。うん、首が取れてる。変えられるんじゃん。変えられる。あー、ほんとだ。イノシシ版と変えた。私でもこんなあると思う。ないと思う。ハッピが売ってるよ。嘘でしょ。ほら、これあのゲーセンクレーンゲームのやつ。3000円だ。欲しい。これで終わりにするから。これで終わりにするから。これサイズとかないでしょ。大きくてもいい。今日全員、全員とか買ってない。全員とか、ネズコとか買ってないけど、これ最後に。これで最後に。今日は誕生日より。さらに、上のフロアに行きます。今回購入した商品は、別の動画で紹介します。何を買ったのかはお楽しみに。見て。鬼殺隊のやつ、16,500円。あ、みちゃん、ペンが文房具だ。すごい、全部柱だった。強い人、この人の柱聞いた時ね、すごい驚いて。恋柱、恋柱。めっ
っちゃびっくりした。あ、かわいい、これ。いや、これかわいくない？これかわいくない？でもね、すごい迷ってるの。善逸がいる方と禰豆子がいる。おかしもに貼れるやつだ。もしもエイリアン貼ってるからもう貼れないんだ。これ以外に持ちっころ、ね、何が出るかわかんないですか？ゼルダに見えるんだ。あ、指輪？指輪だ。ゼルダっぽいけど。ゼルダに見えるんだけど。ドライフォース。あ、かわいい。炭治郎のやつ。かわいい指輪。ほら。ほんとだ。かわいくない？1500円。商品がすぐに売れるので、店員さんも大忙し。売り場もお客さんで溢れてきたので、ここで撮影中止になりました。最終的にここで何を買ったのかは別の動画で紹介します。グミ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 ペア。